不安定な数式アルファ、振動微分喜劇ブレス I、回転体コール思想もしくは理想。夜行中に身を委ねる夢を見ました。それはとても悲しく息苦しく目を覚ましてしまいました。再び眠りについた僕はあなたの夢を見ました。それは時と時間とが絡み合い波打っていました。もしかしたらあれが僕の理想の形かもしれません。僕はとても幸せでした。あなたも幸せそうでした。再び目が覚めた時、僕は涙が溢れていました。それから再び眠ることはできませんでした。残酷にも朝日が僕を嘲笑うかのように照り始めていました。パチンコに行きました。音に負けました。機材売らないといけないです。だから男は黙って言いまいな。全部嘘だったのかい？私は本気だったよ。ジョニーと愛を交わしたんだろ？ジョニーを叶えたの。ジョニーのジョニーはそんなにすごいのかい？ジョニーは生身だよ。僕はまだあの夜を忘れることなんてできないさ。あなたの幸せは素敵だ。戻ってきてくれ。クリスティーナ、クリスティーナ、クリスティーナ。夢の中で何の実体のないものに操られている。我が自分であるためには我を傷つけ、それに耐えなければならないんじゃないかな。でももういいんだ。失うもの僕にはもうないんだ。違わない、違わない。あるところにはあるよ。でもここにはもうないよ。だってそうでしょ。何も見えないよ。絡まりは解けたんだ。解放じゃないけどね。初めから何もない方が良かったのかもね。笑えないよ、笑えないね。だから代わりに笑ってよ。僕はもう眠るから。
不安定な数式アルファ振動微分喜劇ブレス愛回転体コール思想もしくは理想まずはじめに身体課題はおすすめできません。当商品の対象者は自虐的でナルシストな生きている実感意味を何となくにも知りたい方用でございます。初めての方はほんの数ミリで効果が現れます。しかし連続でご使用の方は次第に効果が薄れるため死に至ることもございますのでご注意ください。万が一死に至った場合当社では責任を負いかねますのでご了承ください。それでは存分に楽しんでリストカットを行ってください。最後に本当に死にたい方は当社の異なるボックスをおすすめします。欲しいです。パチンコに行きました。見事に負けました。機材売らないといけないです。だから男は黙っていいマイナサリンと愛を交わしてしまったよ。寂しくてどうしようもなかったんだ。もう君のことは忘れるよ。これからはキャサリンと愛を育むよ。もう僕の前から消えてくれクリスティーナ。クリスティーナ。そこにね、誰かいるよ。まばたきを3回した後にね、左手を上げてみなよ。機械の兵隊だ。ハリネズミだ。僕はきっと三角だ。君はずっとずっとずっと、わからないや、わからない。
不安定な数式アルファ振動微分喜劇ブレス I 回転体コール思想もしくは理想本が散乱している。床だけじゃない、段ボールの中にはもっと。本棚には一冊も置かれていない。僕は床が 0.1 平方メートルになった時、片付けるのを諦めた。片付けるのが怖くなった。なぜならこの空間がとても心地よくって。カウンセラーに言われたよ。どうやら僕は精神異常をきたしてるって。こんなことまで付け加えてね。ほら、その証拠に君の体は片付けただけじゃないか。だってもっと早くに片付けるべきだったのかな。本棚は今でも一冊も並んでないよ。もうお金がないです。パチンコに行きました。見事に負けました。もうやばいです。だから男は黙って言いまいな。血管注射、点滴にミルク、会社を食いて、完全犯罪、自己成立、ママごと、お医者さんごっこ、男の子、女の子、接吻接吻、出来の悪いやつだ、ゴミだ、うるせえ、しゃべるな、バイバイキン、キン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 、ファクファク、ありがとう。
不安定な数式アルファ振動イーブン喜劇ブレスアイ回転体ゴール思想もしくは理想深く深く突き刺さるトゲに身も心も弱くしていた。鼓動が激しくなり心臓が小さくなり冷たい血が全身を駆け巡る。脳の一つ一つの細胞が壊れそうで手が震え胸が締め付け呼吸困難に。すり上げる音とガタガタと鳴り出した歯の音だけが受話器を挟んで聞こえる音。僕の音もうやめてそれ以上言わないで。苦しくて苦しくて僕は狂っている。神経衰弱の僕は君の言葉に過敏に反応し深く深く突き刺さるトゲに気が遠くなっていった。今はただ力が欲しい。全てを変えれるだけの。